はい、こんにちは、ショートです。グッドマスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。久しぶりにね、受け6の、まあ、完全に、もう受け以外の要素をね、徹底的に排除した、もう、本当にもう受けるっていう感じの構築を使っていこうと思います。まあ、なんだかんだ言って、てか僕、もともとはなんかね、攻め駒が入ってるね、昨日まで、一昨日か、とかの動画で使ってた構築の方が、なんかもともとはそっち使うことが多かったんだけど、なんか決まって受け6で構築を組んでる時の方が勝てて、なんか、受け6のね、おじさんになってきてますね、だんだん。これ、選手どうしようかな。ガマゲロゲめちゃくちゃきついんよな。見た目的にどっちかは全くわからなくて。まあ、ダイナバンギは確定選出かな。で、まあ、S バもヒードランも何でも重い、なんかとんでもない世界に飛んできちゃったね。どうしよう、これ。ダイナバンギ。ヒードラン絶対出てくるよな。ヒードランに対して強いポケモンがこの世界に存在しないから。めちゃくちゃきついんだけど、きつきつドヒドダイナバンギとかでいくか。本当は抜け人投げたかったけど、まあ、ちょっと投げてる余裕ないかな、さすがに。抜け人めちゃくちゃ投げたいね。抜け人投げたいな。ゲロゲゲロゲもさ、なんか結構抜け人でいけたりしてさ、かなり抜け人、いい話あるんよな。ゲロゲから来た。これが、めちゃくちゃまずい初手の一つなんだけど、まあ誰から入ってても、てか無限ダイナから入ってないと、こう身代わりからで成り立たないから、まあ、毒から入るか。まあ多分ドヒド一発は何でも耐えるっていうか、物理型だったらちょっと余裕あるんじゃないかな。な、それはダメ。それは負けで、このガマゲロゲほとんど見なかったからさ、このガマゲロゲいないと思ってたんだけど、ちょっとまずいこと起きちゃったな。何を打ってくるんですかね。何を打ってくるかね。大地だよな、地震か。多分これ毒身代わり捨てろのやつかな、雰囲気的に。地面技の有無がかなり気になるけど。身代わりから入るか。いや、さすがに一丁が二つあるか。毒ないかな。毒欲しそうだけど、でも、ガマゲロゲ。この方だったら。自信あるかな。あ、ないね。ないね。このね、ガマゲロゲって昔めちゃくちゃいたやつで、まあ、初手に投げてね、受けループ泣かせのガマゲロゲではあったんですけど、これなら多分、この動き大丈夫かな。これじゃなかったらドヒドで毒入れて、まあ、そっからなんか、ダイナ引きとか、まあ、バンギちょっと捨て気味に動いてもいいし、ダイマ切ってくるんだったら、ま、バンギ捨ててもいいかな。それで、無理やり頑張る三段だったんだけど、これならこれでいいわ。いや、このガマゲロだったらいくらいても全然困んないな。毒でしょ、ラストの1個の技。まあ、ネット毒でそこそこ範囲は悪くないから、アタッカーのガマゲロゲが流行ってるこのご時世だと、多分、このガマゲロゲ強いんだよな。間違いない。ネット2発耐えるぞ。身代わり。無限なら舐めんな。硬いから。ほらね。もう、無限ダイナがバカなんだって、このゲーム。どう考えても。これ、裏に通る技打ちたいけど、ダイマックスが一番いいか。PP だけ気になるけど。ここ相手引かないといけない場面だから。まあ、ドランかな。ああ、まあ、いるね。さすがに。こいつが残飯かどうかで、かなり話変わってくるけど。残飯じゃないんだったら、無限ダイナで頑張って削っていく感じがめちゃくちゃ有効だと思うんだけどな。残飯以外やったら本当に何でもいい。まあ、これしか入んないけど。ちょ、残飯やめて、お願いお願いお願い頼む、残飯やめてくれ。ねえ、僕の話を聞いてたか？どうしよっかな。挑発から、まあ、自己再生からかな。いや、ヒードランに回復技がなくてよかったと本当に思う反面ね。きついな。挑発から来る。挑発マグスと第一ラスカとかだと思うけど。ここダイマックスを打つか。まあ、PP、まずい話はあるけど、
まあ、ガマゲロが言うて削れてるから TOD はいい。まあ、バンギの自信考えると多分相手視点一回引きたそうに見えるけど、どうなんだろう。ここで多分身狩り壊しに来るよね。はい。レアリー What the fuck? なんで?あ、ゼルナス考えてってことか。ゼルナス意識のアイアンヘッドか。ここ多分ドヒドヒキ見えるだろうから、バンギ引くか。まあ、マグストで削れんのちょっと良くないけど、地面技考えると多分ドラン一回引きたいんよな。で、弱王じゃないから、ダイアースとスチルの打ち合いになったらさすがに向こうきついはずで、なんならバンギより遅い話ない。このドラン。多分、ここアイヘは打ったない。マグスト。あ、さすがにね。当たるのは良くて。ここのこっちのダイマックス考えると相手さすがに引かないとちょっと無理だと思うけど。え、こいつ何下げてんの?アイアンヘッド採用するの。S 下げてないってことは。まあでもこの上から挑発したいし S 下げる理由ないか。A 下げてんのにアイヘ入れてんのかな。これでとりあえず裏削って、ってやんないと話になんないから。まあ、引いてくる願望でイカ様撃つんだけど。引かない?自信欲しい。バンギに。ああ、引くよね、さすがに。それは僕もわかってるので。まあ、イカ様を。こんな入んないもんか?マジで言ってる?ここまで入んないと、ちょっとショックだなぁ。まあ、守るで残飯稼いでいいか。ステロはどっかのタイミングで巻きたいけど、ネットで焼けちゃうのもまずいなぁ。ねえ、もうヒードランがこの世界で一番きつい感じで。なんかクロバドレックスよりヒードランのがきついなぁ。やっぱポリゴン2か時代は、トレースの。はい。残飯を稼いで行き。これドランにバンギ合わせ続けてゲロゲを削っていく感じじゃないとまずいか。ダイマ切っていい話ある?ヒードランのダイマック、数的有利取れるんだったら、S は多分ダイナで相手ダイマックスになったらいけるから。いやー、でもイベルタル考えるとなー、バンギをこんなとこで。ドランが詰めれない以上、無限ダイナが通んないから。きちっと引くべきだと思うけどなー。きちっと引くか、一回。ただ多分ラストイベルタルで、バンギ使って2ターンぐらいダイム枯らせるんだったらそんなに悪くないから。それ前提でも多少良くて。ここ身代わりでしょ?でも身代わりでこれ以上ガマゲロ削りたくなくない?引かないか、ここ。バンギのああ、これ TOD でいいから、再生をした方がいいよ、多分。引く理由はない、こっちが。ああ、ドランでしょ?そうだよね。ダイナー引きも読めるし、まあ、ゲロゲーで打点ないのももう分かっちゃってるから、突っ込めなくて。で、毒に身代わりしても、ガマゲロゲ回復できない上にヒットポイントなくなっていくの、まあまあ良くない話あるから、まあ、引きたいだろうなっていう話はあって。まあ、ここでどうするかだね。ヒードランが一回突っ込んでくるかどうかによる。多分挑発入れてから引くのが正解なのかな、相手視点は。だドヒドとダイナで頑張んなきゃいけないか。挑発から来る。ダイマは切っちゃうと相手即ゲロゲ引きで良くなっちゃうから、それはできなくて。いやー、熱湯がスズメの涙みたいなダメージしか入んないけど。ここ。いやー、これバンギさっきステロマークなきゃダメだったな、多分。ドラン対面でイカ様撃つより、ここをとりあえずダイナ引きやね。全部を読んでいけばいける。完璧に全てを読んでいけばいける話があるね。相手はゲロゲーは通んなくて、多分ドランしか通んないから、こっちはドランを動員なせるかっていう
感じになっていくと思うんだけど。まあ、ここもっかい土俵投げだね。で、挑発と、またゲロ撃機のタコをやるか。気合で。うん。ただ相手はまっすぐは引けなくて、ドラン全然削れてねえじゃん。これステロン湧かなかったら本当に、バカだったな。ここネットでいい。ステロン巻きに次バンギ引くか。さすがに。あー、毒打てばよかったな。いや、ただね、相手ね、ここね、貯水で回復するのはいいんだけど、ドラン引きか、身代わりしかできなくて、ここバンギ投げていいか。まあ、ドランにバンギ合わせるんでもいいかな、別に。ああ。で、まあ、まだダイアース考えるとゲロゲ引きたいはずだから、ここでステロマクか。いや、ステロマクの本当に1サイクル分遅かった。本当にいらんことした、さっきのイカ様が。いやー、ヒードラン。こいつさえいなきゃ世界はもっと平和だったね。まあ、これステロマクと多分さすがに守るも見せてるから。自信ないのはバレちゃうかな、イカさんを見せて。岩技はさすがに。この受けループのバンギラスは切れないっていうところもあって。ああ、そろそろダイマしてきそう。無理やり。アイヘで突っ込むはさすがにダイアース考えると多分ないんだよね。裏をこっち。バンギ捨てと無限ダイナで全部詰めれるから。それは多分できないはずで。よく挑発押せるなぁ、ここ。地震だったらどうしてんの？マジで。まだ全部見せるか。ねえ、本当に言ってる？バンギ削ってイベルタル通したいってこと？まあまあまあわかん、いやー、ヒードランの残飯本当に鬱陶しいな。こいつをさ、殴る以外で殺す方法が世界にない。やけども毒も入んないから。いやー、残飯持たれてるとね、無限大の火力ないから本当にヒードランが死なない。で、こっちは交代できないわけで。ロック切るか。多分突っ張でしょ。ああ。これはめれてるから、相手視点こっから多分アイヘでいいと思ってそう。で、ダイマ切らせれば裏でイベルタルで詰めれるみたいなこと考えてると思うから、ここダイマで打ち返して、裏のイベルタルを、こっちは3体がかりで。で、ガマゲロゲは無限ダイナでも倒せるから、多分頑張ればいけるんだよ。ああ、アイヘもそんなもんだよね。で、これで、まあ、残飯の回復量事実上半分になったけど。相手の攻撃、じゃあ、マグスのダメージも事実上半分だから、これでいいかな。かダイマックスしたらマグマストーム解除されればいいのにね。それとダイマックスしないけど、その目的では。結局、一回限定なわけだから。ここをゲロゲ引き読みで、アークも。まあ、イベルタル引きは多分できないから、で、ヒードランここまで削れば無限ダイナで一応処理できるから、まあ、卓にはなるか、多少。ダイヤク切って、どんぐらい入る？硬っ。てか、バンギが雑魚い火力が。で、ゲロゲではダイマックスはおそらく切れない。何持ってんの？盆の実。世界10投資アイテム持ってたな。また無理やりドラン一回引かせれたから、ここロックでいいね。まあ、アークじゃ結局倒せないわけだし。ステロ負ければいいから。まあ、焼けても最悪。
あ、オッケー、ライ。砂巻き直して、バンギの D を取り戻さないと。毒打てるけどな、相手。アースあればな。でもまあ、バンギでヒードラを見る動き、本当に成立しないから。ああ、でもそれをなんとか成立させれるんだったら、結構強いか。ダイマックス切っても、相手の裏のダイマックスはこっち。ダイマックスなしで裏で結構止めれるから。それを考えると。ああ、まあエース番が重くなるか。まあまだいいな。オッケー、ステロ任せてくれたのはでか。まあまあまあ、いい。全然全然。まだいい、まだいい、まだいい。許す許す。で、これで TOD になっちゃうのだけまずいから。ここ多分さっさと無限大のに引いとこうがいいかな。これで相手、ドラン結構きついと思うんだけど。まあ、ドラン通しやすく見えるけど、言っとんない。ここだけ焼けないで。ここだけほんと焼けんなよ。マジで。言うてなん、いやー、ネットしかないな。打つ技。上から動いて処理できるわけだし。まあ、焼けなきゃほんとに何でもいいよ。それだけ。僕から。ドランあんだけ削ってステロ負ければ、無限大だと通せるから。うん。オッケー、開けないの、でかい。えらいえらいえらい。超えらい。ちょ、めちゃくちゃね、まずいことやってたけど。これ、ダイマックスを打った方がいいんかな？多分、その方がいいね。うん、ドラン引きだとしても、何引くとしても、ダイマックスをでダメージ出せるから。ステロも入るでしょ。ダイマックスを、ダイマックスをと、ステロで多分いける。残飯入っても。で、相手ダイマ切ってきても、多分、ダイナ一発は耐えるから。相手多分ダイマ切れないでしょ、再生連打で。あー、ギリ届かないか。でもこれだったら、いやー、相手ダイマックス切ってきたら話変わるな。いやー、一発大変じゃね。まだドランでここダイマ切るとダイマックスを多分耐えてくるんだけど、いやー、本当にこのポケモンの残飯がね、うっとし。でもまあ次からは回復量落ちるから、あー、してこないってことはラストで頑張ろうって話か。はい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 。まあそれは良いかな。まだ。ちなみにいいだけど、イベルタルステロ入るの結構痛いぞ。ラストでそんで詰めなきゃいけないから、無限内のヒットポイントなるべく保つくんしたいね。無限内のヒットポイント。あ、サンダーなんだ、ラスト。これはね、多分、もらった。こっちあとバンギ捨てる話もまだ残ってるから。で、ダイナが削れちゃうと、まずい。ただ、ダイマックスはなるべく裏で透かしたい。言うて多分ダイナでいけないかな。こっからマジカルフレームで。まあ、でかくするしかないよね。いやー、イベルタル出してないんか。サンダーとは思わなかったけど。なんかめちゃくちゃ頑張ったらなんとかちょっとなる雰囲気があるな。このジェットはサンダーの火力によるな。ただマジフレ一発入るから、まあ、耐えることは確かなんだけど。試合時間はちなみに残り3分。ジェットだよね。オッケー、これ火力ないサンダーだったわ。まあ、マジフレがね、入ってんのかとめちゃくちゃでかいんだけど。これは TOD でもらったね、さすがに。こっからもあと再生だけ押してればいいから。あー、ヒードランこんなきつい形で処理してる以上多分、このままじゃいけないからなんか構築いじんなきゃいけないんだけど。まあ、なかなかなんかね、難しいとこはね。ヒードラン、ヒードラン重すぎな。ヒードランさ、この処理ルートに再現性はないよね、本当に。あ、これ、時間使ってるのはね、TOD なんで、時間を、あとは、いっぱい使って。まあ、使わなくてもいけるか。押しちゃえ、押しちゃえ。ジェット、まあ、急所でギリギリ飛ぶかな。うん。再生間に合ってるから。次、急所くらいは、あ、いや、さすがにマジフレの C ダウンあるから耐えないか。いくらなんでも。いいね。
やっぱ無限大は強えな。どう考えても。まあ、再生もう一回押しとくか。OK。GG。ああ、やっぱでもね、受け録が、やっぱ気持ちいいわ。楽しい。な、使いやすい。あと。じゃあ、お疲れ様でした。GG。